牧村健一は日本の音楽プロデューサー。昭和音楽大学講師。東京都渋谷区出身。早稲田大学法学部在学中の1968年、音楽サークル、クリークラブの先輩、三浦光則のキングレコード就職に伴い、施設アシスタントとして音楽業界に身を投じる。無給だったため、1970年頃、小室人氏の事務所に預けられ、 六分線のマネージメントを担当する。1970年、中津川フォークジャンボリーの実行委員となり、東京のアーティストのブッキングを担当する。1971年、後藤豊に誘われ、優位音楽工房の設立に参加する。同事務所では、かぐや姫を担当する。神田川がディレクターとして最初に成功した楽曲となる。しかし、日本のフォークが嫌になり、 大森昭夫の ON アソシエーツに移籍する。CM 音楽制作にあたり、三浦から聞かされていた大竹栄一を大森に推薦する。大竹がコーラスに連れてきたシュガーベイブに注目し、シュガーベイブとセンチメンタルシティロマンスのマネージメントとプロモーションをする会社、アワーハウスを起こす。しかし、シュガーベイブが突然解散することになり、山下達郎、大抜き対抗。 ソロデビューさせる。山下、サーカスタウン、大抜き、グレースカイズ、サンシャワーを制作するも、資金が底をつき、アワーハウスは倒産する。その後、新宿ロフトのロフトレーベルに協力している時に知り合った、川原真次から、杉マリのバックコーラスをしていた、竹内マリアを紹介される。竹内マリアの、ビギニング、ユニバーシティストリート、ラブソングスのプロデュースを担当する。 1980年代に入ると、細野晴臣が主催するノンスタンダードレーベルでディレクターとして活動し、小西康史率いるピチカート5や鈴木聡一郎率いるワールドスタンダードらを輩出。その後ポリスターレコードに移籍し、1980年代の終わりから90年代にかけてフリッパーズギターや LR を世に送り出した。その後はフリーとして活動。 2007年から2013年まで昭和音楽大学非常勤講師を務める。2014年音楽校を開校。2017年からレーベル、ゆるやかなレーベルを主催。ありがとうございます。